どうもヒデさんです。今日はこちらのハウジングエアコン一方向のね、ダイキンのエアコン4キロ、14畳用のエアコンを更新していきたいと思います。まだ元気に回ってるね。ポンプダウンしてエアコン取り外して、ダイキンからダイキンへのチェンジということで、これから作業していきたいと思います。まず配管のね、サイズがね、季節は、同じ4キロなんですが、20年以上前ね、R22 というガスの種類でね、冷媒管サイズは2分4分。そして今度のね、4キロは、2分3分だよということで、このガス管のサイズが違います。ということでね、4部の配管の中に3部の配管を突っ込んであげて、2部はね、長さ短かったので、今度ね、延長するという形で、エキスパンダーでね、拡販、拡張して、そしてね、そこに、2部を突っ込んで、ロー付け、アセチレンのね、溶接でね、ロー付け、リンド棒でね、溶接していくという作業になります。さあ、整ったかな？じゃあ、溶接延長してきますぞいということで、これからね、アセチレンバーナーで、炙りながらね、リンド棒を流し込んでいって、ロー付けしていきたいと思います。このね、溶接、ロー付けね、ガス溶接の資格が必要になりますんでね、皆さんまだねエアコン屋さんで、お持ちでない方どうだろう、2日間ぐらいの講習かな、特別教育っていうんだろうか、私もね取りに行ったのも二十何年前の話なのであまり覚えておりませんが、その資格自体ね持ってるとね仕事の幅が広がっていくと思いますのでね、エアコン屋さんもしね、これから業務用とか、その辺のね作業も覚えてきたいよっていう方ね、家庭用のエアコンだけではなくてね、まあ、今回はこれハウジングエアコンといって、まあ、家庭用のエアコンではあるのですが、持ってる方がね、仕事の幅が広がるよということで、おすすめの資格です。私は一般人だからそんな溶接ロー付けなんて関係ないよっていう方は、まあそういう資格があるんだなっていうふうにね思っていただけるとありがたいです。はい、ロー付け作業ほぼほぼ OK かなということでね、流し込みOK、 整った。はい、バルブをしっかりと締めてあげて、ここからは冷却してあげて、確認確認、これ大事、すごい煙、水蒸気、濡れウエスでね拭いてあげましょう。やけどしますよくね、本当に。はい、そして鏡で確認しましょう。裏側とかね、周り、横、まあサイド、まあ下ね、しっかりと確認して問題ないか、滑らかにね表面が整っているかどうか、一応こんな感じ、こんな感じで溶接できたよと。いいね、漏れはなしのはず。さあ、そして、保温材をね復旧しまして、化粧テープを巻いて、整えていくというような形。さあ、そしてね、室外機はもう所定の位置にセットしてありまして、冷媒管ね長い部分はカットしてあげると、2部と3部をカットしてあげて、次にねリーマーで、バリを取ってあげてですね、そしてフレアを起こしていくと、フレアを作っていってあげる順序になっております。はい、続いてこれ、おじさんのリーマーリーマーリーマーコーナー。夏が来れば思い出すエアコンやヒデ、おじさん三部をくる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 とくるくるして、トン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 、青空を雲が流れてる、おじさんフレアマンフレア作る、おじさんの夏50歳。こんな歌を歌って50歳、四半世紀どころじゃないよね、半世紀生きております。反省しろ。大丈夫か。まあ大丈夫だということでね、これから、フレアマンでリーマーじゃない、フレアを作っているところの状況ということでね、2部3部とフレアを作りまして、こんな感じ、角度を変えて撮影、視聴者の方に飽きられないようにね角度も変えておりますよと。視聴角度、今度は下からだ。はい、カメラパーン。はい、下から撮っております。はい、こんにちは。はい、次これ、おもらしせぬように浅田さんが出しておりますナイログということでね、最近バッタものも出始めたよということでね、ナイログを俺は愛してるぜ。
はい、ナイロンをつけたら今度はフレアを締め込み、締め込みを申すということで、カチコチカッチンカチリンコ、3部を締め込み、締め込みを申す。次は続いて2部でござるよと、2部角度を合わせて、フレアナットがストレスなく回ることを確認し、いっぱいまで締め込み、締め込みを申す。フレアをいっぱいまで締めたら、モンキーで必ず押さえ、そしてトルクレンチ。カチコチカッチンカチリンコとカチコチします。お前カチ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 鳴らしすぎだよ。それじゃトルクレンチの意味ねえだろ。とよくコメント欄でいじられることがよくありますが、これはね、私ルーティーン毎回同じようにカチコチカッチンしておりますが、この最終的にはね、トルクレンチ構成には出しておりませんのでね、自分の感覚、感覚が頼り。はい、そして室内に入りまして、室内のね、機械を下ろして、新規のね、4キロを今釣り込んだところの状況、やっぱアッパーあるといいよね。これ浅田さんが出しておりますワイヤー式のアッパーだよということで、ね、100キロのね、ものまで上げれる。これもうね、今までに何人区分働いてくれただろうか。そして配管接続してね、耐圧気密試験ということでね、 3.6 メガパスカルかけてですね、1時間ぐらい置いといたかな。そして、フレア部分からね、漏洩ないことを確認して、ゲージ周りからもね、漏れがないことを確認して、放置して確認の後 OK だね、問題ないよというところで、次はね、真空引きということで、真空引きへの流れ、真空ポンプは15分ほどかけましたよと。はい、パネルもつけてね、ダイキンさんね、ちょっとねパネルつけるのめんどくさいよね。そして電源送ってですね、通水試験、ドレンアップ、ドレンアップメーカー正常に作動してるかどうか、今通水してね、排水が出れば OK だよというところで、お、涼しい、はい、出てきた出てきた、 OK だ。最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。涼しい、ヒデさんでした。